本日紹介するのは寺本理央さん。2001年11月5日生まれ、身長152センチ、3サイズ、88、60、88、広島県出身の、現在21歳です。寺本理央さんは女優、タレント、グラビアアイドルとして活動しています。幼少期にキッズモデルを経験して以来、この仕事を続けるしかないと思い続けていたそうで、本格的な芸能界入りのきっかけは、中学生の時に舞台に出演した友人に周りの目が一気に行ったことで負けていられないと思ったことからだったそうです。2017年4月に舞台、ローファーズハイに出演し、以降、同年12月にはミュージカル、屋根の上のバイオリン弾きに出演しました。2018年には7年ぶりに復活したミスマガジン2018にエントリーし、同年7月に準グランプリに相当するミスヤングマガジンも受賞しました。広島県出身者が同賞に選ばれたのは史上初のことだったそうです。2019年に SNS で投稿したプライベートの水着写真が国内外から注目を集めたことや、過去にモデルを務めた駿台のパンフレットと水着姿のギャップが話題になったことから、フォロワー数が飛躍的に増加するなど大きな反響を呼びました。2020年3月に高校卒業と時を同じくしてファースト写真集キュリオシティを発売。撮影はロサンゼルスで行われ、留学にも興味を持つ憧れの地、アメリカへの渡航も人生初となりました。同月の初戦、女性タレント写真集売上ランキングでは1位に輝き、発売前に重版が決まりました。趣味は野球観戦で、プロ野球は地元の広島カープのファンだそうです。特技はダンス、ピアノ、英語。ダンスは小3の頃から、ピアノは5歳からやっているそうです。好きな食べ物はラーメンだそうで、週に15杯食べているそうです。ラーメンを制限して長生きするより、ラーメンを食べて倒れる人生を選ぶ、とまで発言しています。そんな寺本理央さん、Gカップの大きいお胸がとても素晴らしい女性なので、今後も女優、タレント、グラビアアイドルなどでどんどん活躍してほしいですね。全力で応援しています。このチャンネルでは、綺麗、可愛い、素敵だと思った女性を紹介しています。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。